はい、やっとこう。テスト撮影です。一応アーカイブ残ってるからもしかしたら公開するかもしれん。練習兼ねてね。じゃあまずサイズ値何回ぐらいやったのかな。もうあと十何回しか残ってないのかな。ちゃんとね、新要素使えるようにチャージアックスの練習をしていきます。なんかいろいろ分かってきたことがある。あの細かい変更が、意外と立ち回りに関係する細かい変更が分かってきた気がする。あ、いらねえな。まあいいや。手パンってすんな。まあやろうやろう。まずね、青柱やるよ。合わせはどっちだろう。矢印じゃない方か。あ、なんで飛躍使っちゃったんだよ。レバー入れちゃったのか。大変だ。ここ登ってったら、ああ、あるか。この上とかある、ね、なんかある感じではない。お堂があるだけ。あ、あるある、ここがあるね。一個足んない。あ、間違えた間違えた。危ない危ない。これでさ、例えばだよ、え今剣撃マックス状態で、お願いね。スッと失敗。あ、1、2、3来る。で、あ、間違えたー。剣撃なくなっちゃうんだな。剣撃キープした後に、あ、違う、剣撃キープした後ビンがマックスになるんじゃないんだ。そしたら面白かったけどな。この後またすぐチャージできるのかと思った。チェ、危ない危ない。あ、こうなっちゃうね。じゃあダメだ、正面に行かないとダメだ。ああいう状態だったら、これちっちゃいやつだな。クリア怖いんだけど、続いてくれる？これで行った方がいい。ハハハ、弾かれた。違うね。難しいな。ちっちゃいやつに当てるのは難しいな。え？今なんだよ。あいつか。伊豆ちか。練習練習。1、2、3。またやられた今。なんでだよ。そっか、かけり虫中に攻撃食らうと速攻でダウンしちゃうんだな。
レバーで切った。そういうか。お、1対1の時はとっとと壁にぶつけちゃうの方がいいのね。あ、失敗しちゃったんだけど向きが違った。向き合わせ難しいよな。危ないぞ。もう糸切れてる。危ねえ。合ってなかったっていう。いやー、後ろか。もうほとんどスタンプみたいな特攻になっちゃう。チャージしない、チャージじゃない、間違えた。ああ、あれうちね、あれよくやってるよね。あの乱入があった時にすぐ総流待機状態にわざわざ乱入してきたやつをやるっていう。相打ち OK なんだよね。いけ、あれなんだよ、届かないのか。登る。えい、いやー、回転切りの後のキャンセルがさ、できなくなったでしょ。あの回転切りのキャンセルができなくなってるというか、回転切りガードポイントの後にちゃんと隙が、もう元からあったかもしれないけど、隙が目立つようになったというか、回転切り、ここから例えばこうガードに繋がらなくなったんだよね。回転切りの後ガードしっぱなしだったら安定してたんだけど、それができなくなったのとか、あとじゃあその穴をガードポイントで埋めようっていう気も、それができなくなったんだよね。それが大きな、今みたいな危なかったよ、今の。今癖になってるからさ、どうしようかな、その癖を早く。だから回転切りのガードポイントで受けらんないなと思ったら、速攻こうガードで、ガードじゃないや、回避でキャンセルした方がいいんだよね。後ろに下がっちゃうとか、こうやって。であとはガードするんだったら、あのカウンターフルチャージした方がいいんだけど、それ理屈の話じゃなくてさ、できないよ、癖になってるから。回転切りの後ガードするの、どうしよう、危ないね。やらせてくれんな、随分。
いい動きなんじゃないの。ダメか。何した今。討伐。じゃあ押さえづち行こう。今から合わすときだよね。どこにいらっしゃる？あれって上から落ちてこないと取れない。これ何？そもそも10ポイント。あ、これかけりましょう。もったいないな。え、上にいる？あ、どこにいんだこれ。全然近くじゃなかった。ここも上がればよかったんだ。間違えた。ジャンプすればよかった。いや結構あるな。違う、ダッシュするつもりだよ。来た、向こうから来た、いい。あれで、もう攻撃態勢入ってたんで、いて。タイミングわからん。後ろに転がったつもり。じゃあ、ハードできなかったか。当たってないの。どこにいんの、そうですか。当たってない。当たるか。よく食らってないな。回転切りの後のガードポイントちゃんと受けなきゃいけなくなったよね。タイミングよくなんかルーズな使い方ができなくなったというか、上級者向けになっちゃったな。ただまあ穴を補う方法はあるけどね。防御力アップ。なぜか点灯を奪ってくれた。おお。もう3。いやー、剣撃カウントできてる。危ない、危ないね。
とりあえずこれでいい。あ、何してくんの。なんだよ、なんなのそれ。届いてない、危ねえ。あれ、どっち向いてんの、ね、あれあれあれ、ちょ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 、輝け。ちょっとどこ向いてんだ。よったー、はい、よっ。15分進、まあまあ、はあ、じゃあ次レウス、レウスじゃねえ、レイヤー行こうか。だんだん思った通りには動くようになってきてる。ただね、乗れば乗るほどこっちを使わなくなっちゃってんだよな。なんか意識的に使ってくようにしないとダメっすね。よし、何回何回カウンターフルチャージで攻撃取れるかだね。レイヤーなんか尻尾の2回目とか取りやすい攻撃いくらでもあるだろうね。あと何回？ 12 回だって。12回で仕上がるんでしょうか。どうかな。これさ、あの、録画のとか配信の同時のテストみたいなのをしてるんだけどさ。なんか音がずれてたりさ、画質が悪かったりなんか、ひどいもんで。あとここで今さ、俺罠取ってってんのに使わないっていうね。使いたいんだけど。ただのルーティーンとかしてる。ここら辺のことは。ショートカットどういう風にしたっけ？あー、じゃあ、ここに、泡入れとこうか。硝酸剤。ガルクは丸ボタンでいいや。わざわざボタンが割り当てられてるんだからね。それでいいじゃん。ここで待ってる方がいいかな。もったいないんでね、待ってる時間も。ここら辺の近くにある違う、ジャンプジャンプジャンプした。虫でも取ってる？エンエンクって何？これなんだ？なんだっけあれ、敵だ。そろそろ移動するんじゃない？
移動しないな。あ、してるしてる。あ、4に行く ?4 に行く。4どっち?来た来た。一回どうすんの?やっぱ待った方がいいな。どれがレイヤーだ?これか。よし、じゃあやろう。ちょっとタイミングおかしかった。タイミングおかしかった。やばい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 。危ない危ない。食らってるよ。大丈夫あの人たち。違う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 。これオーバーヒートしてんのか。あぶねえ。あ、どっちどっち?あぶねえ。飛んでく。ああ。なんかここ見にくい色が。ちょっと待って動けないんだけど。なんかちょっと怖いな。当たる。あー食らってるじゃん。おっと、スプーン回しそう。分かってないでしょ。あ、当たる。これ何?あ、素粒状態。ちゃんと壁に当てよう、今度は。ドーン!もう一回。どこどこどこ。あれ?もう。間違えた。一発ぐらい当てる暇あるでしょ。あ、飛ぶ、飛ぶんだよね。知ってる知ってる。なんかやって、なんかやって。それやるの、それやるの。ちょっと。あ、燃えてる。ちょっとちょっとちょっと。タイミング遅え。あ、いない。あーダメだった。どこ行ってんだい。移動か。あれ、ガルクの反応がない。ガルク、ガルクの反応ないな。どうした。あ、今来た。爆弾でも投げるか。
これに気づいた配信がオクラになっちゃってるからさ、アルシオくんが気づいたのに。あーくそ、オープン。危ねえぞ。1足んないが、あーガードすればいいじゃないって落としたら見えないんだよね、画面に入ってないんだよね。まだちょっと操作間違ってるところがある。どこ当たってねえのか、疲れてる。届いてない、危ねえ。一応剣撃3取れるからね。あ、足りない。ああ、ダメか。おお、移動じゃない？ふぅ。なんか、うまくいってないなぁ。あ、伊豆地さん、こんにちは。おさゆずさん、こんにちは。あ、これ食べてんのね。何やってんのかと思った。うん、そうそう、来ると思った。ざっくりカウントで。よっ、あー無理ー、逃げて逃げて。いや、わからんわからん、画面がわからん。危ない危ない危ない。タイミング間違えてんだよね、カースタイミング。あ、ない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 、何やってんの。注意して。いや、注意しても何もなかっただろ今。間違えた間違えた。先にちょっと待って、毒はあれなんだ、あれなんだ、ショートカットに入れてない。走りすぎ走りすぎ。おお、怖い怖い怖い。画面に捉え、あ、後ろに転がろうとしたんですけど、画面に捉えられてないんだよな。うえー、ああいうのあるよね、ガードって。明らか正面に見えるやつがなんか取れてないとか。
へいへい。危ねえ。あ、またなんか回転ゲーの後にガードしようとしてた。回転切りって安定してガードできると思ってるの、ほんと勘違いやめた方がいいよな。ダメだと思ったらすぐ回避で切らなきゃ。うるさーい。怒って怒ってる。あ？なんかそろそろ落とし穴とかしてもいいんじゃないか。危ねえ。あ、違う違う違う。なんで回避しちゃった。何ボタン押しちゃった。あ、違う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 、方向がおかしいんだよそもそも。いや死ぬへん。いや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 。あー勘弁してくれよ。今のちょっと説明できるかな。今のなんであんな失敗になったか説明できるかな。まあ、このあ、違う、間違えた。この後に、これを狙うんだけど、この後に高出力を狙うのね。これがさ、いつもの感覚で、高出力を打った後に、それをキャンセルするためのレバー後ろね。これだと超高出力になっちゃうから、超高出力にしないためにレバー後ろを入れるんだよ。これね、レバー後ろ入れての X ボタンをするんだけど、それをするつもりで、これをやっちゃうと、後ろに出る時があるんだよね、超高出力自体が。焦ってると。だから、本当は、任意の方向に、超高出力をキャンセルした、高出力を入れたいんだけど、焦っちゃってるから何なのかわかんないんだけど、全然、そっぽの方向に、キャンセル失敗した超高出力を打つっていうのをやっちゃうんだよね。特にだから、名前忘れるんだよな。なんだっけ。携帯変形前進。携帯変形前進を狙っからの超、こう、ん？高出力を、狙うときによくやってしまう。伝わんねえな。もうそこから混乱したんだよね。パニック起こしたんだよね。わーってなって。
この上全部取っちゃったっけ。ああ、あったあった。この上ってなんかあったっけ。あ、ここか。なんか井口さんたちいるじゃん。あ、喧嘩しないでいたんだよ。めくられてない？大丈夫？あ、これだ、不思議なタイミングだわ。あれ、正しくはあれなんでね、カウンターフルチャージなんでね、あそこで狙わなきゃいけないのって。その癖がつけらんない。まだだから回転切りした後にカウンターフルチャージもするんだから。危ない。ああ、あ、ありがとう。それいいタイミング。危ないよ。ここに駆け引きがいるのがすごく気になる。取っちゃう。撃てない。間違えた。あ、移動ね。ああ、危ない。うわ、こういうのも受けられるんじゃないのか、カウンターフルチャージで。疲れてるんだよね、こんなタイミングで。疲れてる時はちょっと待って。なんだよ、いいとこだったのに。もう持ってくるの忘れちゃって。ああ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 、やってくれんなって。ちょっとわあわあ、1個もらったと思えば。あれ、どこだ。うわ、1まで行ったよ、あの人。水飲んだんだな、あいつ。回復しただろう。あぶねえ、今のはただ単にガードが間に合っただけだ。危ない。危ねえ。いや、失敗した。何か仕掛けてくるわ。あ、無敵か。今のいいの。あ、2回。どこだどこだ、どこのどこだ。怒るじゃん。
2回やんでしょ。しつこいね。移動すんのか。さすがにネタはかぶしてこない。ダメか。危ね。今はもう疲れてないね。間違えたな。危ねえ。剣撃はうまく取れないな。間違えた。あれ？あれ？ああ、さあそうなるか。なんか、そう。方向とかそりゃあれか。鉄柱主義で受けた方が、カウンターフルチャージで受けた方がいいか。小屋下も取るようにしないとな、もったいないな。攻撃に備えて。2回あるね。移動か。怖いんだよな。怖いんだよ。怖いんだよね。よし。あ、やっちゃったか。今のは細かく取った方が良かったか。よいしょ。あ、疲れた？よーし、ここでどうしようかな。ブチャージ。ちょっと遅い。まあ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 。あ、またやってくんの？深く入っちゃった時、普通にこれで戻った方がいいか。うわぁ。見えない見えない。回復しよう。もう疲労はあれ回復してるのね。お疲れではないのね。縦に戻した。間に合ってないけど。カース。もう回避をもうちょっと信頼した方がいいな。いや、間違えた。間違えた。移動か。移動じゃねえのか。
2個目をかわすつもりでいかないと危ない。ダメかーん。移動しようとしてんじゃん。逃がさないよ。あれ？どこに行くんでしょうか。あそこ寝るっけ？と覚えがないな。なんか寝る気もする。飛んでる飛んでる。雷属性の状態以上にできるだって。延々区っていうのも使わなきゃダメなのかこれ。延々区は何？こっちへいらっしゃい。あ、なるほどね。あ、の前に、まあ爆弾か。台なんだよな、別にこれ。属性強化切れてた。あれ？何これ？あ、討伐か、なんだ。何が起きたかと思っちゃった。終わりました。30分かかったね。これより早く玉三つね倒すのは無理でしょう。今の俺じゃ。じゃあ、おとなしく一回帰りますか。じゃあ次は玉三つね。へぇ。単一ね戦になると全然あれはやらなくなっちゃう。フルカウンターチャージを、じゃあカウンターフルチャージを、 CFC を、ケンタッキーフライドチキンみたいなカウンターフルチャージをやらなくなっちゃうんだよね。あ、間違えた。この先行き不安なんだけど。LR 間違い。違うよ。アイテム入れ替えで。こうじゃないか。倒す倒さないとか、こっちじゃない方がいい。倒す倒さないとかじゃなくて、技をちゃんと出すかどうかよ。ここをぐっと上に上がりつっていきつつ、虫を取っていきたい。ああいう得点系みたいなやつじゃなくて、どこら辺にいる？これ？これはかける虫か。かける虫取ってこう。違うね、こっちじゃないね。あれ？取り損なっちゃった。
これこれ、ここの3つとかね。あ、毒なんとか帰る。ここじゃないんだよ。あ、ここにかけれましていいのか。じゃああれ取ればいいじゃん。ちょちょちょ、あくそ合わせとけって話。じゃあよろしく。おお、やってくんな。あ、こっち見てる気づかなかった。いきなりやってんじゃん。ボタンない？仕掛けるタイミングが、おおおお、うわ、どこにいる？移動？本当よ。何してんのそれ？何してんのそれ？いいよいいよ。ケルビとか、ケルビなんとか置いときなさいよ。ああ、何もしなかった。どこに何ちょっと 何したいか分かんないです当たんないよね、まさか。大丈夫だよね、ここ。危ない。ガードしちゃう。あれ、もう一周してきた。危ね。あ、まずいね。危ないね。あ、まだよかったわ。違う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 。あれやるんだったら相手の向かって左に回らないとダメだ。今何が問題か分かったなんだよ。
危ないな。ああ危ない危ない。うさい。うわー違う違うくらいに来ちゃったタイミング間違えた。もうちょっと寝てればよかったか。はぁ、あはどこにいるって。いやいい、もういい、バンバン動いてみて、そうそう覚えないとやられないように、やられないようになってやってったらダメだ。あ、念のためもらっとこう。あ、レイヤさん、こんにちは。レイヤさん、こんにちは。通ります。通りまーす。ここを登って、ここを登って、なんで落ちた？なんで落ちた？ここを登って、ここ取るじゃん。ここ取って、ここか。ここ、ここ。あそこにいるから。いやいやいや、無駄なダッシュ。いたいた。痛い、耳が痛い。このかけり虫取ってから、うわー、ちょっとそんなショートカットやめてください。え、俺もやる。あ、いける。ここにもいるんだね。ただそこを真似して登るためには、いけた。どこにいるんだ。こっちか。はい、来たと。嘘でしょ。移動移動。ああダメか。危ねえ。持ち上げた。うわぁ、ちょっと死んじゃう死んじゃう。
どうか。カルクの反応がない。危ねっ。ハザードします。なんか見てもらってない。うわ、わかんないわかんない、これ何。危ないじゃない。いや、なんで後ろ向けに。はあ、見えないんだ自分が。よいしょ。あ、うざいんだけど間違えちゃったんだけど、大きい方とかないっけ。いや、ちょっと今困ったことがありますね。いや、ダメだよね、それ。強引だったね。あぶねー。もう一周するぐらい来るんだけど。え、ちょっと待って待って、なんだよここ通れないじゃん。出さないわよ。あ、ハマったぞこいつ絶対これエリアイドルやめたのか。あ、やっぱりな、そのぐらいのルーティンはあるのか。スタミナがさ、スタミナがもったいないんだよ。ちょっと待って、なんか来たんだけど、なんだよあいつ。ああ、剣も取れない。いやー、イノシシいる。お、なんだなんだ、どうした。 V 破壊か。あ、こいつ走りますよ、この後。あれ、走んない。走れ走れ、お薬飲んでるから。ちょっと待って、もうひどくない。最大のチャンスを。まだまだこれからじゃない。いや、もう俺も追うわ、それじゃあ。いけんのか。いや、めっちゃめっちゃ上通ってる。うん、ガルクの発音がないガルク、ガルクが来ないぞ。今来た。
間違えた。なんで急にこれやっちゃったんだ。いや、もう一周ぐらい来るな、これ。なんか引っかかってる。あれ食らっちゃうのか。違うんだよね。そっか、家計虫がなかった。危ない。やばい。おとなしく寝てよ。ちょっと待った。置き攻めしないでしょ、玉みつねちゃんは。ダメだよ。うわ、甘かった。食らっちゃった。動きがすごい速くなってる。移動か。あ、なんか レイヤーが来てる。あー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 、食らっちゃった。あーあーあーあああ、危ない危ない。投げ払い来る。バン。ああ、なんかいいのある、いいのある。あ、でもダメだ、打ち消ししないとダメだ。あわあわだぞ、あいつ。滑るやつか。滑りからの薙払いとかブレスとかするぞこいつ。これ真ん中出てこいよ。いやー、二つ目食らったんじゃない。食らってんね。いや、お互い滑ってんだよな。お互い滑ってんだよ。圧勝3体はもうあれか、いらないのか。ちょっと今かけり虫が、かけり虫がないよ。いや、何してんのそこ。いやいやいや、別れたい。毒食らってんな。あれか、レイヤーの毒か。あれ、ドン。間違えた。なんかチャージとかなんかいろんなものがごっちゃになる。早く間違えたがなくなるようになりたいな。あ、走るな。ピンピンもらっとこう。走る。オッケーオッケー。転ぶ。クリーンヒットさせる。
チャージする。はい、もう一回。 OK、 いける。危ない危ない。ストン当たってない。1個足んないのか、1個足んないのか。まだあれ全然剣撃管理できてない。めっちゃ怒ってんな。滑り長くですか。一瞬か。このままもう属性強化しちゃう。なんだ、総流か。なんかコマンド出たなと思ったら、もう一回ぶつける、もう一回ぶつける。よしよしよし、嘘でしょ。別に拘束されてるわけじゃないからね。あー嘘だ盾出しとけよかった。に落ちって、ああどうやって戻んだ。あそこか。早く歩く。困ったね。困ったよ。へいへい。あ、行き過ぎなんですけど、そんな方に行くことある？戻りたい、もう一回。よいしょ。あ、いいじゃん。蜂蜜もらおう。1、2。あ、これはかける虫か。ここ落ち着いていかないと。ほっ、これでいった方がいいか。危ないんだけど。あれ？タマミツネどこ？あれか。寄り道だな。あの犬の顔のとこにもなんかあるか。あ、ただの鉱脈だった。今の俺にはいらないな。これもか。いや、行こう行こう。
よし。あれー、あー今何の好き、今のは良くない回転切りの後半にガードがあるできると思ってる、頭じゃなくて体でそう思ってるんだ、良くないわ、こうやんないといけない。いや、なんで今やった、あーだからさ、あれも多分ないな、その移動切りの後半にもそれはねえわな、それがまだ分かってないの。これちょっとなんで出て、間違えたけれど、まあいいよ。真ん中でやろうよ。危ないんじゃない？うわ、食らっちゃう、いかんな、おっと、切れ味がね大変なことになってるよ。あ、キャンセルしちゃった、怖い怖い、疲れてんじゃん、見えなかった、まさかこっちに走ってくんのかもったいないな、ほっといても転んだのに、まあ疲労時だからいいけど、あ、まずいまずいまずい、危ねえ危ねえ、移動かよ、ふう、近そうじゃない、そこで止まるんじゃない、あ、8はさすがに超えていく、いやー、だいぶね、動きにも慣れてさ、このシステムにも慣れてね、かけり虫とかも、かけり虫やねん、この環境生物とかもさ、たくさん取りながら戦えるようになってさ、
明らかに動きにいろいろ慣れてるようには見えるんだけど、に落ちしてるっていうね。ね、相当動いてるように見えるでしょ。だからあれなんだよね、操作慣れてる慣れてないとかじゃなくてさ、単純にドジだもん、俺のやられてんの。危ないぞ。あれ、今のは防げないか。なんか防げないさ、横から攻撃多いよね。だから、前よりもこう盾とさ、回避を意識しないといけないんだけど、どうしたら前の感覚でガード食らうんですか。ガードしちゃうからな。なんかそんなのに感覚あるとも思ってなかった。これはガードとかこれは回避とかって、なんか俺のこと忘れてるあいつ。見えないんだよね、どこにいるのかな。無茶したか。よいしょ。欲しいな。怒った。あわあわではない。移動か。いやー、なんかやってるよ。食らっちゃったんだけど、いったいったいった。ちょっと誰のフィニッシュだよ。怒ってんじゃんさ。何やってやった感出してんのよ。してやられたな。まあいつもの練習風景って感じで。何がねなの。練習の成果はあるでしょ多分。ただそれがこう戦績につながってないってだけでね。いい動きはできてると思うんだけどね。見落ちするし、フィニッシュは抑え槌に持ってかれるしでね、こんなもんですよ。はい、というわけでここまでご視聴していただいた方いたらありがとうございました。大満足らしいよ。これは残そう、アーカイブ。広かった、広かったからこそ残そう。